7日8日に宮城県仙台市で行われる道の駅よさこい祭りを盛り上げるため、全国各地の祭りで活動している学生チームの皆さんです。人と交流する、地域に根ざすの三本柱を大切に活動している学生の皆さん、今年の作品はこぼれ桜。この札幌の地で精一杯楽しんで踊ります。それではお迎えください。道の駅よさこい、ザックバランです。こんにちは。こんにちは。私たちは今年10月12、13日に行われる道の駅よさこい祭りを盛り上げるべく仙台市で活動しております、道の駅よさこい、ザックバランです。この演舞がザックバラン下校欄の最初の演舞となります。精一杯演舞させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは行きます。丘にそびえる桜の大樹、あなたの笑顔を心に浮かべ、さあ、さあ、咲こう。その光景は息を呑むほどに美しく。